です。はい、今回ファミセンで紹介するゲームなんですけれども、アクアイアさんからプレイステーションビータ専用ゲームとして発売されております、オルガリズムという作品でございます。あのね、私言葉でうまく説明できないので、ミオちゃんが今こういうゲームですよっていうのを書いてくれてるので、まず言葉で説明しますね。ビータのタッチパネルをタップ叩いたりドラッグこうシュッとやったりするだけで遊ぶ直感的なリズムゲームということらしいんです。で、指でリズムを刻みながらステージの敵を倒していく戦略シミュレーションの要素もあるっていうのを聞いて、ん？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 みたいなね、さっぱり分かんなかったので、実は今回は珍しくチュートリアルを先に遊ばさせていただきました。で、そこでどういうゲームかっていうのを事前にね教えていただいたんです、チュートリアルさんに。やってみてもうとんでもなく脳みそがフル回転です。じゃあそのフル回転してる様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。チュートリアルやってその後1回だけね、あの1面やらせていただいたんですけど、その時あもう5分の4ぐらい黙ってましたよね。そうそう、ほとんど喋ってない。ただそのちょっとだけ喋った言葉がどうもこのゲームを端的に表してたみたいで、ちょっとなんで私カメラ回してなかったんだろうってすごい後悔したのが、私が言ったのが確かすごく脳を使うって言ったんですよね。それが今回このゲームのある意味、まあ、テーマ的な部分にも当てはまるのかなっていう感じなんですけども、どう脳を使うのか皆様にも楽しんでいただきたいと思います。まず私は神様なんですよ。中央に神様がいて、周りに水、火、土の兵士たちがいるんです。これ周りにいますね。で、これをリズムを取りながら敵を倒して、これ敵です。で、黄色は赤に弱いので、こうすることで、神様を守ってください。そうなんです、こうすることで敵が防いでくれるんですね。で、ここにも赤がいるので青をやります。ちょっと遠いから弓にしてみました。で、これ今私すごく長めにやったんですけど、あの一人っていうこともできるそうです。ほら今一人行きましたね。で、難しい、喋りながら、あの実はこれリズムでやってるんですけど、ここに今レベルって出てるんですね。このレベルがうまくコンボがつながると、エクセレントとか今出てたでしょ、つながるとレベルが上がってくんですよね。そうすると兵士の数が増えていきます。なので黙りたいと思います。あ、間違えた。これ喋りながらとか無理だから。青だから黄色。レベル上がってきた。と音楽が派手になるんですよ。この説明で合ってる？よかった。脳使う。人より使う。ああ、もうね、戦略とリズムと、まあ、トークっていう3つのね、関所があるわけですよ、私には。おお、すごい。これが敵なのかな？
黄色黄色。うまくない私。うわすごい、まだ2回しかやってないのにちょっと上達したかも。なんて調子になると怖い赤赤、口に出すとやっぱいいかもしれないね。なんだろう、ここの属性によって強い弱いがあるので、敵が黄色だったら赤の火を消しかけるっていう風にやっていかなきゃいけないんだけど、赤が見えると赤を押してしまうっていうねパズルに負けてる感がありますね。赤、赤だから青。人増えてるよね。増えましたね。すごい。大舞台です。ボスに行くまでにマックスにしたい。行った。ボス怖い。戦えるかしら。うん、花火。あ、来たー！怖い！赤、青、黄色あるから、黄色ね、まずは。早くちゃんとリズムよくやるとポイントが上がったりするらしいんですよ。ポイントっていうか、うん、ちょっとうまく言えないんですけど今忙しくて。あ、敵がいる、周りにいる、これ。いや、ずれると怖い。速くなってる気がする。黄色だから赤。どのくらいあと。まだ。本当。叩けてないのかな。あ、でも安い。いけいけみんな。やったー。手に汗握ってるうわすごい、うまい、うまい、見て見て、見た目でこうやってすごくない？素晴らしいです。ちょっと自画自賛入っちゃったんですけどでもそれぐらい最初はルールがちょっとなかなか飲み込むまでにえっと思ったんですけど、やって実際体験してみると本当に体感的に分かるので、皆さんもね楽しめると思います。神様がこうダンスを踊っているのに合わせてですね、まず神様をタップして、その後兵士、どの属性の兵士を出撃させるかを選び、その兵士たちが一体どんな攻撃をするかをもう一回選び、その後シュッとこうドラッグすることによって兵士たちを配列させられるっていう、それの繰り返しで敵をどんどん倒していくっていうゲームなんですね。まだ序盤の方しかやってないんですけれどもね、またこう技とかもきっとね皆さんどんどん開発できていくんだと思います。はい、なので ぜひぜひちょっとほんとね、めっちゃ脳が今動いてる私左側のがすごい動いてるみたいだから、どっちだろうねこれ。戦略とかを、あ、じゃあそっちを考え、多分一緒に言語も考えてるから、それだいや、ここの温度パないいや、すごい面白かったです。ぜひ皆さんも試してみてください。アクアヤさんから絶賛発売中の、
プレイステーションビータ用ソフトオルガリズムというゲームでございました。というわけで、今井でした。脳が。